2008年最初の公明ニュースです今回は1月1日から15日までの公明新聞史上より主なニュースをピックアップしてお伝えいたします今回は全国各地で公明党新春街頭演説会を開催党本部で公明党新春幹部会を開催政府と 自民・公明与党両党が政府与党連絡会議を開催薬害肝炎全国原告団らが公明党を表敬薬害 C 型肝炎訴訟の被害者に給付金を支給する特別措置法が成立以上の内容でお伝えいたします。 最初は4日の記事です2008年が幕開け公明党は元旦から全国各地で新春街頭演説会を開催し次の戦いの勝利へスタートを切りました明けましておめでとうございます公明党代表の太田明宏です2日には 東京都新宿駅西口で太田代表が挨拶に立ち生活重視の政策実現への決意を訴え庶民の生活を守り中小企業を守り地域で困っている人たちの声を我が身に移して政策実現政党公明党としてこの1年頑張っていくと強調。景気拡大や少子化・環境対策などで、 公明党がリード役を果たすと力説しましたまた、日本の GDP 国内総生産はこの10年間伸びていない給与所得も10年間横ばいだと指摘し GDP の押し上げとともに2010年までの3年間で給与所得を過去最高の水準に持っていくと表明。これに向け、イノベーション、 技術革新に加え若者に安定した職場を団塊の世代をはじめとする人に60代70歳まで働ける日本を作り上げていくとともに男女共同参画型社会構築のエンジン役になるとして雇用機会の拡大に尽力する決意を述べましたさらに企業利益のうち人件費に分配された割合が上がる政策を取っていき 大企業に分配率上昇を要請したいと訴えました。続いては、5日の記事です。公明党は4日、党本部で新春幹部会を開催しました。皆様ま、明けましておめでとうございます。ますえー、新春が明けましたが、いきなり飛び込んできたあニュースが、 挨拶に至った太田代表は、徹底的に原点に戻って拡大戦に力強くスタートを切っていきたいと強調大衆とともにの立党精神と生活庶民に起点を置くことを原点に庶民や中小企業地域で困っている人の側に立って徹底して動いて戦っていくところに公明党の真骨頂があると力説しこの1年 どこまでも生活に起点を置く現場に走る拡大戦に挑む戦いを展開していきたいと訴えましたまた太田代表は14年ぶりに越年した臨時国会では海上自衛隊の給油活動を再開するための補給支援特別措置法案の成立を強調通常国会は 生活にしっかり焦点を当てながら頑張っていくと述べましたさらに太田代表は不祥事が相次ぐ防衛省の大改革を提唱し次のように述べました今日一つ念頭に当たりまして提言をさせていただきたいというふうに思っておりますがそれは防衛省の大改革でございます昨年来の不祥事ということがございまして この防衛省を大きく変えていけということについては、まさに国民の切実な、また怒りの声であるというふうに思っておりますけれども、今日私は改めて申し上げたいことは、現中規模は廃止をし、来年度中に新中規模を策定すべきであるということを、国民の皆様に宣言をしたいというふうに思っている次第でございます。 調達の仕組みを変え、そして、随計の原則廃止ということも含め、一連の不祥事に端を発する課題見積もりの徹底検証も必要である、そして、ライフサイクル管理の徹底、コスト縮減への努力、そして自衛隊を含む防衛省全体の組織改革で、人員の削減も行っていかなくてはならないと、その上で、 現中規模は廃止をし来年度中に新中規模を策定すべきであるということを提言をしたいというふうに思っている次第でございます一方衆院解散総選挙の時期について太田代表は今年の秋以降が望ましいとの考えを改めて表明し公明党が現場を走るナンバーワンの政党であるネットワーク政党は 公明党であるとの誇りを胸に抱きしめて庶民の生活向上のために全力を尽くしていきたいと訴えました次は八日の記事です政府と自民・公明の与党両党は七日首相官邸で連絡会議を開き当面する諸課題について協議を行いました席上福田総理は海上自衛隊 補給支援特別措置法案と薬害 C 型肝炎の被害者を一律救済する法案について今臨時国会での成立に協力を要請するとともに今年度補正予算案来年度予算案来年度予算関連法案についてしっかり年度内に成立させたいと協力を求めました。大田代表は、 大きな問題がが、しているが国民のための仕事をする年にしていきたい生活者や消費者中小企業地域で困っている人の側へと政治も行政も転換していかねばならないと強調各閣僚に対して生活者や消費者を大切にする観点からの具体策を示してもらいたいと訴えました。さらに、 景気・経済について、太田代表は、日本の GDP= 国内総生産引き上げに向けた成長戦略の方向性を明確に示すよう政府に求めたほか給与所得の引き上げについても総理が直接、労働分配率の向上を企業側に要請することも含め対策の検討を求めました。続いては、日の記事です。 8日の衆議院本会議で薬害 C 型肝炎訴訟の被害者に給付金を支給する特別措置法案が通過したことを受け太田代表、浜四代,代表代行ら衆参の国会議員は国会内で薬害肝炎全国原告団代表の山口美智子さんらの表敬を受けました。 原告団の一行は、この日、薬害還元救済特措法案が近く成立する見通しとなったことについて、これまでの公明党の尽力に対し感謝を述べました。山口さんは、公明党の皆さんは、一昨年からずっと私たちの被害を親身になって聞いてくれたと語り、昨年12月、大阪公裁が和解腰案を示す前から、 太田代表らが、和解は全員救済が当然との考えを示し、一律救済へ道筋をつけたことを挙げ、本当に嬉しかったと述べました。太田代表は、原告団、弁護団の皆さんには長い間ご苦労をおかけしたが、さらに一層我々も頑張っていきたいと述べました。最後は十二日の記事です。 11日の参議院本会議で薬害 C 型肝炎訴訟の被害者に給付金を支給する特別措置法が全会一致で可決され法案が成立しました原告団と弁護団は15日にも国との間で和解に関する基本合意書を締結する方針で2002年に始まり全国10か所の地裁 交際で現在も軽装中の訴訟は全面解決に向かいます。この法律では、国と製薬会社が約200億円を拠出して基金を設置、特定の血液製剤、フィブリノゲンと大吸引子製剤の投与で感染した被害者に対し、給付金を支給します。原告団が強く求めていた国の責任についても、 法律の全文で政府は感染被害者の方々に甚大な被害が生じその被害拡大を防止しえなかったことについての責任を認め心からお詫びすべきであると明記されています。この薬害 C 型肝炎の被害者救済については公明党は与党の中でいち早く一律救済を主張してきました。 太田代表が福田総理に対し決断を強く迫るなど一貫して被害者の声を代弁しこの法案の成立を推進してきました。